60号ではリトルマーメイドのステージに設置するエリック王子の銅像の台座を組み立て、岩とサンゴを取り付けます。今回付属するパーツです。はじめにパーツ02の岩の2箇所の凸部をパーツ01の台座にはめ込みます。続けてパーツ03の縦の裏面の凸部を岩のオーブにはめ込みます。さらにパーツ04のサンゴの凸部を台座の穴にはめ込みます。これで60号の組み立ては終了です。Action.